ジャンボ感覚知覚心理学2おじさんです今日は平行感覚について説明していきますドローンやスマートフォンにはジャイロスコープという加速と方向転換のすべてを自動的に記録する誘導システムを使って3次元空間を把握して航行したり現実のような動きを再現することができますとてもハイテクなシステムですが 脊椎動物は5億年前無脊椎動物はそれ以前からこれに似たシステムを利用してきました自分の頭部体の動きと位置の感覚を生体版のジャイロスコープで生み出していますこれを平行感覚と言います回転傾き重力速度の感覚を含む感覚です 太古の生物は液体の詰まった穴の中に感覚網に覆われた細胞が入った原始的器官を持っていたそうです外界の変化や自己運動によって液体運動を生み外界を知覚しておりこの機能が前庭感覚系と聴覚系に進化したようです頭の回転運動を捉えるのは 内耳の半期間にある有毛細胞です前半期間後半期間外そば半ただしの3人合わせて三半期間といいますそれぞれ角度が異なり間厳密ではありませんが前半期間はロール X 軸後半期間はピッチ Y 軸外そば半期間は用 Z 軸の回転の近くに関与しています 頭の加速運動と傾きを捉えるのは内耳の膜迷路の卵塩層と球形脳にある有毛細胞です三半規管と耳石器の中には内リンパという液体が入っており頭部の回転傾斜に伴って動きますこの刺激が有毛細胞に受容され小脳に信号が伝わり 体の位置感覚と平行の維持ができるのです人の平行感覚のうち頭の回転運動は内耳の半器官にある有毛細胞で捉えられます半器官は半円形をした間で前半器官、後半器官、外側半器官の3つがあります 3つの半器官は互いに直角に交わる位置関係にあるため頭がどのような角度で回転しても回転運動を捉えられます3つ合わせて三半器官と言います3つの半器官のそれぞれの根元には膨大部と呼ばれる膨らんだ部分があります半器官の有毛細胞があるのはこの膨大部の膜迷路です半器官の有毛細胞は 膨膨大大部部のの膜迷路を横切る部量といいう部分の表面に並んでいます有毛細胞の感覚網はクプラというゼリー状の物質に埋まっていてクプラの高さは膜迷路の天井まであります。頭が回転運動すると半期管の有毛細胞は頭と一緒に動きます。 これに対して膜迷路を満たす内リンパは同じ場所にとどまろうとするため、同時には動きません。この結果、クプラがないリンパの抵抗を受けて傾き、有毛細胞の感覚網が傾けられます。半期間の有毛細胞の感覚網が傾けられると、感覚網のチャンネルが開いてカリウムイオンが有毛細胞に流入します。すると、電気的な信号が脳に伝えられて、 頭の回転運動が感じられます半規管の中の内リンパの動きはコーヒーの入ったカップを使ってデモすることができます。カップを垂直軸に関して静かに回転させながら円の近くの泡の一つを観察しましょう。カップが回り始めるとカップが回り始めると中のコーヒーは空間内での元の位置を保とうとしてカップとは反対方向に回り始めます。 カップを同じ速さで回し始めると、やがてコーヒーと泡がカップの動きに追いついて一緒に回転するようになります。カップの回転を遅くして停止されると、コーヒーはしばらく回り続け、その流れはカップに対して逆向きになります。頭が右方向に回転運動すると、 外側半間の有毛細胞は頭と一緒に右回転しますしかし、外側半期間を満たすないリンパは、同じ場所にとどまろうとするため、有毛細胞の感覚網が回転運動とは逆方向に傾けられます。これを右回転の信号として脳に伝達します。 頭の加速運動と傾きを捉えるのは、内耳の膜迷路の卵塩層と球形脳にある有毛細胞です。卵形脳の有毛細胞は、水平方向に分布しており、主に水平方向の加速運動と傾きを捉えます。一方、球形脳の有毛細胞は、垂直方向に分布し、主に垂直方向の加速運動と傾きを捉えます。 卵層は直径5 6ト、mm、ル、球形脳は2 3ト、mm、ルです卵形脳と球形脳の有毛細胞は感覚毛がゼリー状の物質で埋まっていてその上には細胞が作った耳石または平行石平行差という炭酸カルシウムの結晶が載っています前提形は頭部の回転だけでなく 直線運動にも関与しています磁石器である卵系脳と球系脳は直線運動と直線加速度の一種である重力に対する頭部の性的な傾きを感知します二つの磁石器のそれぞれは直径3ミリメートルほどの膜迷路の袋からなります各器官の有毛細胞は楕円形に近い形を平行半と呼ばれる領域内に並んでいます 人の卵系脳には約3万個、球系脳には約1万6千個の有毛細胞があります。耳石器の有毛細胞の間隔毛は、平行板全体を覆うゼラチン質の層である耳石膜の中に伸びています。この膜の表面には炭酸カルシウムの微小な粒子の耳石が集積していて、耳石器という名前はこれに由来します。多くの耳石の直径は、 0.5から10マイクロメートルで卵系脳と球系脳の耳石膜には耳石粒子が付着しています耳石は有毛細胞の感覚網に乗り感覚網と一緒にゼリー状の耳石膜に包まれています体が傾くと重力により耳石の位置がずれて有毛細胞が曲がります体が移動すると、 有毛細胞が体と共に動きます耳石は慣性の法則によって元の位置に止まるため有毛細胞は感覚網が曲がり耳石は逆方向にずれますこれを信号化することで加速度を検知します頭が右に加速運動すると卵系脳の有毛細胞は頭と一緒に右に動きます しかし、磁石が乗ったゼリー状の物質は、同じ場所にとどまろうとするために、有毛細胞の感覚網は加速運動とは逆向きの左に傾けられます。卵系脳と球系脳の有毛細胞は、頭の傾きも捉えます。頭が傾くと、重力の働く方向に磁石の乗ったゼリー状物質が動き、有毛細胞の感覚網が傾けられます。 こののの仕組みは昆虫以外の多くの動物に備わっています。ザリガニは平行器官が触覚の根元の小さなくぼみにあり環境にある小さな砂を取り込んで自石として使うそうです前庭神経は頭部の加速度に関する情報を円髄にある前庭神経核に伝えてそこから工事中枢に分配されます この前提系の中枢性ネットワークは頭部の動きを代償する前提動眼反射を引き起こします。これらの神経細胞は空間内での体の動きの知覚にも関与します。前提性シグナルは骨格筋の運動系が頭部の動きを代償することも可能にしています。網膜上で静止している像は動いている像よりも正確に近くされます。 頭部が動くとき、前帝動眼反射によって、眼球は空間に対して一定の位置に止まっています。文字を読んでいるときに頭を振っても文字を読むことができるのは、前提動眼反射のおかげです。反対に頭を振るのと同じくらいの速さで本の型を動かすと、文字を読むことはできません。後者では、脳が網膜像を安定化するための手がかりは視覚しかありませんが、 視覚入力の情報処理は、前提入力の情報処理に比べて格段に遅く、効率が悪いためです。前提期間は頭部がどれくらいの速さで回転しているかを信号化して、眼球運動系はこの情報を利用して眼球を安定化させて、網膜上に視覚像を固定します。前提動眼反射は3種類あります。回転性前提動眼反射は、 主に半期間からの入力によって頭部の回転に関与します。直線性前提動眼反射は頭部の直線運動を関与します。また眼球反対回線は死で直面内での頭部の傾斜に関与します。頭部が一方的に回転するのを半期間が感知すると眼球は通常眼下内で反対方向に回転し始めます。理想的にはます。 眼球の速度が頭部の速度に一致すれば、空間内における網膜の動きを最小化できます。この代償性眼球運動は前提性感受症と呼ばれますが、必ずしも感受な動きとは限りません。頭部の回転が速ければ、眼球の速度は200度、秒にも達します。頭部の回転が持続する場合、眼球は眼下内の可動範囲の限界に達して、 それ以上は回転しなくなくりますこれを防ぐために衝動性眼球運動のような急速な眼球運動が起こって眼球は頭部が回転する方向の新しい片視点へと変異します回転する椅子に座ってくるくる回り続ける簡単なお仕事に従事されたり 棒を地面から垂直に手で固定し、棒の先端に額をつけ、目を閉じて、棒を軸に Z 方向に数回回転して、スイカをどこかに割りに行くお仕事に従事された方の中には、その過程で目が回ったという経験をした方がいるかもしれません。頭の回転運動が止まると、半期間の有毛細胞が頭と一緒に止まるのに対して、内リンパは流れ続けます。この結果 クプラが内リンパの流れを受けて回転中とは反対側に倒れ感覚網も反対側に傾けられますすると実際には止まっているのに頭が回転した時とは逆方向に回転運動をしているように感じてしまいますこれが目が回る原因の一つです目が回るもう一つの原因は眼球運動の動きです三半規管が頭の回転運動を捉えると 眼球は反射によって回転方向等は逆方向に動きます。さらに回転運動が続くと眼球はゆっくり動いては素早く戻ることを繰り返す眼振という動きをするようになります。この動きが回転運動を止めても続いてしまうことが目が回るもう一つの原因です。回転が持続する場合眼球は感情症と急速症を交互に繰り返し この眼球運神は英語読みでナイスタックマスというのですが眠くてこっくりするというギリシャ語に由来するそうですこの動作は頭部が下がる時の感受症と元の位置に戻る時の急速症からなるのでその類似性から名付けられたわけです回転性前提動眼反射の主要な反応は感受症ですが臨床分野では のの方方向向は急速症の方向で定義されます。つまり右への回転は右水平半期間を興奮させ左水平半期間を抑制しますその結果左向きの冠状症と右に向かう急速症を持つ右向き眼振を引き起こします頭部が一定の角速度で回転を続けると内リンパの完成の影響は最終的に消滅します 屈曲していたクプラは次第に元に元戻り前提神経の発射活動は安静時の頻度に戻ります。その結果、頭部の回転が持続していても、感受症速度は減衰して、眼真は停止します。実際には、眼真はクプラの変異から予想されるよりも長く続きます。 前提神経が頭部の動きに関する情報を伝達していなくても脳幹のネットワークが速度蓄積という過程によって眼球運動系に速度信号を供給し続けるからです。しかし最終的には眼神は減衰して回転感も消失します。頭部の回転を突然停止すると内リンパはそれまで頭部が回転していたのと同じ方向に動き続けます。 この現象は、右に回転していた場合には、右水平半期管を興奮させ、左への回転感とそれに対応する左向き眼振を引き起こします。しかし、これは暗所でのみ起きます。名所では、前提入力がなくなっても、頭部の回転が続く限り、視運動性反射によって右向き眼振が持続します。同様に、名所では右回転時。 回転速度が一定となり、視運動性眼神が回転後眼神を抑制することになります。これらの移動感覚は、体を動かさなくても生じることがあります。例えば、視覚誘導性自己運動感覚、ベクションは実際には静止しているが、 視覚情報によって移動しているような感覚が引き起こされてしまう現象です止まっている電車の乗っている時に隣の電車が動くのを見てなんだか電車が動き出したような感覚になるあれですでは少し体験してみましょう動画全体をぼんやり見てください ベクションを引き起こすすものにオプティカルフローがあります自己直進運動によって正規される視覚刺激が自己直進運動の方向に位置する拡大中心から放射方向に広がっていく速度場となるものです。こちらも見てみましょう。 回転運動の視覚誘導性事故運動感覚サーキュラーベクションの実験もあります回転ドラム中央に被験者を配置しドラムを一定速度で回転させますすると初期はドラムの回転を知覚しますが数分後にはドラムの回転を知覚が弱まり自身がドラムの回転とは逆方に回転していると知覚されていきます止まっているのに 自分が動いていてるるようなな感覚になるわけです実際にはブランコの動きがありますがビックリハウスなんかがこの範疇に入ります他にも視覚刺激を観察することによって発生する直線方向の運動感覚である直線運動の視覚誘導性事項運動感覚リニアベクションもあります。 様々な感覚系を通して自己運動刺激が原因となって引き起こされる不愉快な症状がありますこれを同様病と言います吐き気や嘔吐を含むもので多くの脊椎動物が同様病にかかります乗り物酔い vr 酔いがこれに当たります 同様病が起きる説明として前提器官が脳に伝える情報と目から入ってくる動きの情報に矛盾が生じるためにそれらを脳の中でうまく統合できないことが原因になり同様病が引き起こされるという仮説が提案されています。